親衛隊が全力で解放者を。ここから見物できるのは ID がないと新宅のエリアには入れてもらえませんよ。一番目立つお調子者ですがね。ライトさん、宮殿に潜入する方法が見えてきましたね。宮殿にほど近い新宅のエリアはゲートで閉ざされています。 ID カードがないと。おっと、あそこ行く小粋なお嬢さん、演劇に興味がお嬢さんへの特別価格はなんと。感激ツアー、いらっしゃいませ。潜入大作戦へよいやな。新宅のエリア、世界の中枢には神が作った機械があります。ファルシ・パンデモニア、この世界で唯一稼働している神の機械です。接触できるか。無理でしょうね。ファルシの施設は宮殿よりも厳重に守られてます。様々な物資を生産できるあのファルシは人類を支える要ですから。エネルギー不足でユスナーンも例外ではないのに。虚栄だな。ファルシは食料その他の物資を毎日大量に生み出しています。まるで無から有を生み出しているかのようですが、どうやらカオスの原材料に物資を作り出しています。ファルシが生産した物資はまずこの施設に集積されます。ここで仕分けを済ませてからユスナーン市内へ。この降下帯に行けば新宅のエリアです。ライトさん、市街地に視界発生。このまま行けば巻き込まれる可能性があります。それでも進むだけだろう。読まれるものか。何度やっても同じ。どんどん視界が発生してます。なんだろう、人々が宴に集まるほどカオスが強まっている。でもそんなことがあり得るな。世界の滅亡を受け入れて歌う。何してんのお姉ちゃん。こんなところで遊んでていいの？見えたでしょ、街が視界で覆われちゃうよ。ルミナ、宴の余興みたいに湧いて街を蝕む大きな視界、ユスナーンの名物ね。ほら見てよ、視界がみんな飲み込んじゃう。解放者様が何とかしなきゃ。宮殿にこもって何にもしない大衆の代わりにね。スノーは何をしてる？何にも。街はほったらかし、部屋から出るのも億劫みたい。世界の終わりをぼんやり待ってる生きる屍ってところね。ねえ、分かってる？スノーがああなっちゃったのは死んだ恋人のせいなんだよ。セラのせいだと？そうそう、ライトニングの妹。スノーはね、セラに囚われてるんだよ。何百年も前に死んだセラのことを思って思って思い続けたから、心が疲れてすり減って全部虚しくなってしまった。お姉ちゃん、もうスノーを解放してあげたら？鬱陶しい死人の思い出から解放してあげなよ。
だけなんだから。その魂が獲物だった。魂の光をいただく。くらえ。その魂が獲物だ。死んでしまうのだから、せめて華々しく散りたいのね。大丈夫、私は無事だ。倉庫街に落ちた。どこへ向かえばいい？おそらく新宅のエリアの近辺でしょうね。早く倉庫街を抜け出してください。何かあったのか？ユスダン全体でカオスの反動が増えてます。何が起こるか分かりません。宮殿に急いでください。この辺りの倉庫を洗ってみましたが、持ち主の分からない荷物が多いですね。保管したまま忘れ去られたガラクタばかりのようです。掘り出し物は期待できませんね。扉はロックされてますが。